日本のプロ野球の歴史上唯一3度の三冠王になっている落合博満さん。1998年に現役を引退した後、2004年から2011年までコーチの経験なしに中日の監督を務め、8年間で4回のリーグ優勝と1回の日本一に導きました。選手、監督、そして現在の解説者としてのキャリアにおいても、その類まれなる敬願は他の追随を許しません。例えば当時2軍時代の斉藤和巳投手を非常に高い能力を持っていると評価し、その後のブレイクを的中させたということもありました。このような予言ともいえる発言力から、シーズンが始まる前に落合さんに順位予想を聞く人や、シーズン中にも将来の展望を聞く人がたくさんいます。そしてその敬願は大谷翔平選手にも発揮されています。大谷選手が高卒1年目の2013年シーズンの日本のプロ野球の開幕前のことです。今でこそほぼ全てのファンや解説者が大谷選手の二刀流を認めていますが、当時はプロ野球は簡単ではない、投手か打者のどちらかに集中すべきだと懐疑的な意見が多数ありました。口の悪い解説者はプロ野球で遊ぶのもいい加減にしろとまで言う人もいました。そんな中、テレビ番組に出演した落合さんは、みんなネガティブなことを言っているけど、大谷ほど話題性と個性のある選手はいない、大谷はとても高い両方の能力を持っている、本人がやりたいと言えばやらせればいい、どっちかにしろと言ったらどっちもダメになってしまう、このように落合さんは大谷選手が二刀流の選手として日本のプロ野球にデビューする前から大谷選手の実力を見抜いているようでした。さらに落合さんは大谷選手について、みんな数字を追いかけていますよね、でも大谷の存在は数字ではないと思うんです。彼がアメリカで野球をすることを選んだのは、メジャーで二刀流の選手になりたかったからでしょ。それでいくつかの球団からオファーを受けた。私は大谷がナショナルリーグに行くことはないだろうと思っていました。ナショナルリーグには日本のセリーグのように指名打者制 DH がないから、二刀流をするのが難しくなってしまいますからね。そして気候のことを考えたらエンゼルスを選択するかもしれないとずっと思っていました。エンゼルスがあるアメリカのカリフォルニアは温暖な気候ですからね。人ごとですが気になるんですよ。見てみたいんです。野球をやっていた人間として、本当に大谷がアメリカで二刀流をやれるのかどうか人一倍見てみたいんです。このように落合さんは語っていました。また落合さんは大谷選手が日本と同じようにメジャーで二刀流としてプレーすることには大賛成と述べました。エンゼルスにはプホルスという3000本打ってるバッターがいる。そのプホルスがエンゼルスの DH なんだ。でも DH であるプホルスを守らせてまで大谷が欲しいと言った時に、大谷はアメリカである意味認められたんだ、大谷はまだメジャーでプレーしていないけどもう成功したも同然ということ、日本では二刀流がいいとか悪いとか今でも言われてるけど、アメリカではすでに認められているんだよ、こんなに強いものはないよ、結果については大谷が二刀流として何年も取り組んでいれば投手として何勝したとか打者として何本ホームランを打ったとか積み上がっていくからね。アメリカの大谷がメジャー1年目だから騒いでいるだけですよ。だから大谷は最初から成功しているんです。このように落合さんは大谷選手のことをメジャーリーグに移籍する前に話していました。その結果、大谷選手は日本だけでなくメジャーリーグでも二刀流としての確固たる地位を確立し、今ではベーブ・ルースと比較され、人によっては超えたと言われる選手にまでなりました。さらに落合さんは2021年のシーズンの前にあるテレビ番組で大谷選手について語ってくれています。落合さんが二刀流で目覚ましい活躍を見せているエンゼルスの大谷翔平選手の打撃について、落合流の観点から
テレビ番組でコメントした内容を紹介したいと思います。打撃フォームの技術的な部分で、2020年までの大谷はバックスイングに入るときに右肩が内側に入っていました。右肩が内側に入るとボールを見る目のベースの角度が変わります。今年は右肩があまり内側に入っていないので、ベースの上のストライクゾーンがよく見えているはずです。大谷のアッパースイングについては、私たちの時代だったなら真っ先に直されるもの。水は山の上から下に向かって流れ、下になればなるほどその流れは速くなる。スイングも同じなんです。上から下に向かってスイングすれば、それほど大きな力を必要としないでスイングスピードを上げることができます。しかし大谷のように下から上に振り上げるには、かなりのパワーが必要になるんです。体の強い部分と弱い部分があれば、必然的に弱い部分が壊れて怪我をしてしまう。そういう意味で大谷はバランスの取れた体を作ってきたのだろう。それは大谷自身が自分で探し出したものだと思う。大谷が外角高めのボール球をライトスタンドにホームランを打ったことがあった。最初はいつものアッパースイングで打とうとしたけど、途中でバットの軌道を変えたんだ。偶然と言ってもいいかもしれません。あの高めのボールはいつものアッパースイングの軌道だったらファウルか空振りになるはずだからね。技術というよりも対応力ですね、と大谷選手の対応力の高さを評価していました。このように落合さんは大谷選手のバッティングフォームを評価していました。2021年のシーズンの前に大谷選手の打撃を高く評価していた落合さん。そしてその2021年のシーズンに大谷選手は46本のホームランを打って、ホームラン王のタイトルを争うなど、二刀流の選手として信じられない活躍をし、アメリカンリーグの MVP に選ばれました。落合さんの芸眼が発揮されたエピソードの一つだと思います。この落合さんの大谷選手への見解に対する日本国内の反応です。落合のすごいところは、俺たちの時代にやってたことが正しいんだ、みたいなことを言わないところだと思う。自分の時代にダメだったものを全て理解して、次のステップに進もうとしているように見えるよね。落合はロッテ時代、アンダースローで投げる投手への対応に手こずって、ボールを上から打つという方法を見つけたと聞いたことがある。だから、その逆のアッパースイングには抵抗があると思うけど、否定せずに素直に認めているところが本当にすごいよね。落合のように一時代を築いた人は、自分の価値観以外のことは認めない人が多いように思うけど、落合は野球の進歩を常に観察していて、その時その人に応じた必要なことを柔軟に自分の中に取り入れる寛容性を持っていると思う。落合は大谷が高校生の時からプロで4番ピッチャーができると言っていた。さらにメジャーでも投手をこなしながらホームランを40本打てるとも言っていたんだ。すべて落合の言った通りになっている。本当にすごいと思う。落合にはもう一度監督としてユニフォームを着てもらいたいな。日本国内ではこのような声が聞かれました。落合さんの芸眼とも言ってよいその発言力は本当にすごいものがありますよね。日本の野球界にとって落合さんは本当に貴重な人材だと思います。今回は以上になります。最後までご覧いただきありがとうございました。